最強の雀士、桜井翔一さんがですね、こういうこと言ってたんですよ。分かれ道に差し掛かって、片方は安全とか簡単な道、もう片方は危険とか難しい道があったとすると、自分は常に難しくて危険な道を選択したって言ってるんですね。一見楽そうな道はゴールに繋がってないのかもしれませんね。さて今回は、ジル・ドゥルーズ先生の勇気を持って暗闇に突入したまえの話です。はい、ジル・ドゥルーズ先生はフランスの哲学者ですね。20世紀のフランス現代哲学を代表する哲学者の一人って言うんですね。今回のお話はですね、特に私にはちょっと難しすぎて細かいところを説明できませんので、ざっくりニュアンスだけでもお伝えできればなと思っております。それでは今回は、純粋な才、遭遇、超越的行使、事物などの話をさせていただきます。まずは純粋な才です。これはですね、同一の事物として再認できない純粋な才こそが我々を思考へと駆り立てるってことで、ここでの再認っていうのは既成の価値や単なる現状の肯定のことなんですけど、再認できるような情報なんか意味ない、価値ないって言ってるんですね。次に遭遇です。遭遇って何と遭遇するのかってことなんですが、ドゥルーズ先生はこういうふうに言います。感覚することしかできないもの、感性が他の諸能力によっても捉えられるであろうものをしか捉えないという共通感覚の体制においては感覚できないものであるって言われるんですね。わけわかんないでしょ。ここでの共通感覚というのは、ある主体の下で諸能力が統一され共同するということを規定する概念なんだそうです。つまり先ほどの再認できないものとの遭遇だと思えばいいんじゃないでしょうか。そしてですね、その再認できないものとの遭遇により超越的行使ができるかもしれないと言われるんですよ。これはですね、ある能力の超越論的な形式はその能力の切り離された行使の、あるいは超越的な行使と一体を成している。超越的ということが意味しているのは、この能力が世界の中で自身に排他的に関わり、そしてその能力を世界に生み出すものを捉えるということを意味すると言われます。つまりですね、遭遇することにより自分の能力がジャンプすることがあるんだということですね。で、そのジャンプしたことにより自分自身を条件付けし直すんですね。自分自身が覚醒し変貌するということなんですよ。それはですね、ドゥルーズ先生たちのような異常な人たちだけかとはそうでもなくて、こういうこと言われます。遭遇によりこのような共通感覚の形式によって抑圧されていたしかじかの新たな能力が出現するかもしれないというんですね。つまり人間誰しも常識によって、共通感覚によって本来の自分の能力が抑圧されているっていうんですよ。それでは次に、遭遇によって引き起こされる共生運動についてです。セリー間の共鳴によって共生運動が引き起こされる、あるいは2つの強度の縁と縁の間を稲妻や雷光にも似た出来事が炸裂するっていうんですね。セリーというのは先生が作った概念で、強度との遭遇です。それでは強度とは何かというとですね、非常にざっくりとした理解になるんですが、純粋な際のこととしておきます。それでは最後に、暗き先触れです。雷は相異なる強度の間に炸裂するが、しかしこの雷には目に見えず感じることもできない暗き先触れが先行しており、これがあらかじめ雷の走る反転した道筋をまるで裏返しのように決定する。同様に、あらゆる強度のシステムが縁取りの諸セリーの連携を保証する暗き先触れを含んでいるっていうんですね。目に見えない暗き先触れというのは、つまり同一性や類似の目印がない、道しるべがないっていうことですね。しかしそこに突入することで、私たちは強制運動に巻き込まれ、自分の動力と自己のジャンプを体験するんだって言われてるんですね。確かにですね、人生という一種の冒険には勇気が必要なのかもしれません。ということで今回は、ジル・ドゥルーズ先生の暗闇に踏み出せ、純粋な才との遭遇の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。